然違います、多分。ああ、なるほど。あっちですね。はい。ドリンクサービス。おお。しかもその場で。おお。嬉しい。合言葉は何しますか。合言葉は何でしょうな。あ、さっきのがいいんじゃないですか。走った後のラーメンは。うなぎじゃないので。そうです。YouTube 見ました。走った後のラーメンは。はい、これです。いいの？合言葉。ちょっとだいぶスタッフに伝えます。で、この YouTube が公開した時から。3月までで、はい、まあこれは何回来ていただいてもいいですか。あ、全然何回でも来てください。ご予約はお早めに。はい、堀下アタックプロです。なんか今日は背筋が伸びるというか、ちょっと引き取っていいですか。引き、はい、この蔵造りの感じがかっこいいね。ホワイトボードではない場所からのスタートですけど、うん、マラソン酒場第2弾はこちらになります。風、うなぎ、柏の戸川さんです。うなぎを食べながら今日は語っていきたいと思います。2回目ありましたね。2回目ありましたね。よかったね。まあ、自分でも何回か1回目の動画見たんですけど、入り口がお腹がすく感じ、うん、もうあれでもう何回も飯テロに会いましてですね、うん、はい、お腹がすく動画を皆さんにお届けしてしまったんですけども、でも今日もこの前に、はい、流してます。もっとあのタレが、 あのタレの映像でご飯が食べれそうな。だってもう服がさ今、はい、もううなぎの匂いしてるから今日の夜これでまたここにでもね若干いいんです。もううなぎの匂いしてるもんね。もうこのオープニング動画も撮らずにもさっさと食べに行きたいぐらいなんですけど、え、今日は、こちらの祭りグループさんの、うなぎ屋さん、名古屋といえばうなぎ、パリパリの美味しいうなぎが待ってますので、はい、早速入ってみたいと思います。行きましょう。ここあれなんですよね、ん、古民家そのまま生かしてるみたいな感じ、うん、かっこいいよ ね、 いいですね、うん、名古屋の遠藤寺商店 街、 商店街すぐなんか脇というかにあるお店で、名古屋城からもね歩いてこれるもんね。確かに、うん、ウィーメンズマラソンのコースからヒュッて入ってこれる感じの、すぐ自分今日名古屋駅からそのまま歩いてきたんですけど、あ、全然歩いてこれる。私も名古屋城駅から歩いてきた。寄りやすい場所なのでぜひ行きましょう。こういう明かりがさ夕方とか夜になるといい感じになりそうな、そうそう、観光しに来たみたいな、うん、お足元にご注意ください。すごいですね、うん、こっちからも入れるけどやっぱりちょっと雰囲気を感じるにはわざわざちょっと回ってこっち車止めて一旦あっち行ってこう入ってきた方がいいね。なんかね、そこ歩きたいですよね。雰囲気を楽しむのもうなぎの一つなんで、ちょっともう少し日が落ちてから。ああ、確かにね、いい感じだと思うんで、うんうんうん、もしかしたら最後にもう一回撮り直し亀さん、いや、すごい、ここにほら書いてあるのよ、ほら、本当だ、福田家、ほー、福田さんのお家だったんですね、うん、あ、もううなぎの匂いがすごい。いらっしゃいませ。ご予約は、あ、プロフで、あ、タクプロで、ね、マラソン酒場で、マラソン酒場でかしこまりました。設定が定まってないですねでかっ。そうそう、でかいよね。うわー、やばい。うわー、ちょっと。ここで、うん、あったかい。そう、もうここであったかいんですよ。うわー、ちょっと。じゃあ、ご無理、ご案内で。ご案内いたします。
ダンスあるんで。あ、はい、ダンスあるんで。ダンスあるんで。500クロック様です。いらっしゃいませ。すごい。すごいじゃないですか。本日ビップルームとなっております。VIP ルーム。さっき通って歩いてきたところ、上から見れます。150年前のお庭ですね。灯籠とかもすごい立派だもん。ちょっとクルンってなってて、この髪の毛も。ねえ、梅の花も咲いてて。突っ込むの忘れたんですけど、前回とはちょっと違うユニフォームで。よしませ、うん。キャラも作ってキャラ。よしませ。じゃあ、どうぞ。ありました。2回目が。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。見ていただいてもらって。2回目のゲストは、みんな大好き。オグリーに来て。どっちどっちどっち あ、私。ゆうこさん。ゆうこさん。ゆうこさんに来ていただきました。ありがとうございます。私。オグリさんに、1回目に引き続き、はい。祭りグループの。宣伝マン。宣伝マン。いや、違うんですよ。この、戸川の雰囲気に。飲まれないようにおふりさんにいろいろリードしてもらおうかなと思ってちょっと今日は第2回にもちょっと来ていただきました。ということで今日は戸川うなぎを食べよう。はい、ちょっと本当にちゃんとしないといけないなって思っちゃいます。何を、はい、なんか何で今日清掃で。あ、そうなんだったんです。そうなんだった。画角がすごいゴージャスな、うん、私もね掛け軸が上のほら照明もさ築80年の建物ですね。だからもともと堀川って商売の街だったからもうここで商売やってたんですね。その時からこの辺で一番お金持ちなところがうちの大家さんだったんです。あ、ですよ、本当にですね。じゃあ早速、はい、頼みましょうかですね。うなぎを、うん、なんかおすすめはうちオリジナルの商品でこの名古屋コーチンのだし巻き卵とうなぎ1匹ついたうな重があるんですけど、あれですね、名古屋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 ってやつですね。中小金うな重がおすすめですね。おお、さっきオグリン、はい、卵食べたい。そう、これそれがいいです。私食べたい、はい、おすすめは自分ご飯食べに来ると、うん、ベタなとこ行っちゃうんですよ。直球とストレートのとこ行きたくなっちゃうんですけど、ちょっと変化球的なおすすめありますか。はい、この白焼きひつまぶし、お、あの普通のひつまぶしはタレじゃないですか、はい、もうこちら塩でひつまぶしいけるんで、これも焼き鳥行っても基本塩なんで、しかもひつまぶし、名古屋名古屋名物。じゃあそれでお願いします。はい、じゃあ僕も中小はねうな重で、大と中何が違うんですか。あ、中にうなぎ2枚入ってます。なんで 1.5 匹分約。すごいボリューム、めちゃくちゃ、もうこれもううなぎうなぎ、あ、うなぎうなぎもう多分、はい、もう3ヶ月はうなぎ食べなくていいっていうぐらいの満足だと思う。あの来月も食べたいみたいじゃあ中小はね、テイクさんは。じゃあやっぱり出てないこれですよ、ひつまぶし、定番、名古屋といえば、名古屋といえば、ではそれで、はい、お願いします、はい、お願いします。まあ、前回もそうだったんですけど料理に夢中になりすぎてマラソンの話が進まないといけないんで。覚えてます、2時間やってたんですよ。そんな喋ってたんですか、うん、もしかしたらの見ていただいた方はいや長い動画だなって思ったかもしれないですけど、うん、本当はもっと長かったんです切って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 、それだったんですよ。成瀬さんたちが乱入する時も結構切ってるもんね。あ、そうですね。ひつまぶしが一つと、はい、お塩などは肝水に変更できますので、肝水がいいです。肝水がいいです。たつさんは肝水、私は普通で、僕も普通でいいです。私も肝水がいいです。じゃあ肝水2つでいいですか。肝水と言われましたら、うん、肝水と言われますよ。え、肝水じゃなかったら何、あ、もう普通のお麩、普通に 肝が入ってないってことですね。あ、そうです、そうです。あ、私、はい、お麩がいい。あの、ね、肝水の方にもお麩は入ってます。お麩は肝じゃないですじゃないじゃない、プラスの方お麩じゃない勝手に自分の肝水からお麩を出したんです。お麩屋さんもこの並びにあるんですよ。はあ、そうそうそうです。フリュー商店って言って、あ、しかも個人でも買いに行けるんですよ。130年続く。ここもすごいんですよ。めちゃくちゃ美味しいです。お麩。お麩大好きだから。買って帰りなさい。ね、今日は、うん、いろんなお麩あるんで、ヘマリーフとかもそうだし。麩って何ですか？小麦粉でしたっけ？多分そうだと思う。携帯今ないんで。食べてるけどなんだろうって。生麩。
お麩なんて食べる習慣熊本にはないと思うんですよ。そんなことない。都会に来てから食べた気がするもん。筑前煮とかに入れてる家とかもあるの。秘境市にはないの。そんなことないです。何か所だけないです。あの沖縄のブーチャンプル、あれも物は一緒なんですか。いや食べたことない。食べたことない。沖縄行った時さ、みんな買ってさ、郵送したらボキボキにバキバキに長いフランスパンみたいな感じのやつですよ、うん、でそれをこうやって切ってチャンプルで炒めるんですけど、バキバキになった粉末になって届いてましたね。途中で投げられちゃったかな。こういう、違うんですよ、余計な沖縄のオフの話にそれるから長くなるんですよ。今日もいろんなテーマを用意してきましたので、あ、ちなみにこの戸川さんは、ここだけじゃないんですよね、お店。そうです、3店舗全部あります。栄と、あと池下にもあります。栄のお店もなんかこんなこういう感じの、そうですね、築年数古い建物をリノベーションして作ったお店です。ね、街中にあるのに、カルからすぐ入ったと思う、うん、あそこの通りだけなんかちょっと空間が違いますよね、うん、ちょっとノスタルジックな感じに急になりますよね、はい、池下はもう逆になんかこうちょっとスタイリッシュな感じのお店になってますね、うんうん、はい、庭にこういう、あ、わかります、山水の地で、はい、お寺の、もしかしたら名古屋ウィメンズマラソンの時に名古屋に来て結構レース前もうなぎを食べるっていう方、いや多いよね、多いですかね、うんうんうん、大迫選手の確かに勝負飯も食べる方結構多いかなと思うので、ぜひ名古屋に来た時は。 2,3 年前からもう女性ばっかりになります、ウィメンズの。へー、ランナーで満席になるんで、ゼッケン引き換えた後だろうみたいな人がいっぱい来るわけです。はい、そうです。土曜日の昼間から月曜日の昼までもうランナーだらけですね。確かにね、今のところ満帆ではないです、今のところ。じゃあ急いでます、はいはい、ね、メニューどれにするかはこれからちょっと食べるやつを見て、うんうん、今焼いてるんですよね。はい、焼いてます、うん、何をしてます。じゃあこの間になんかやりますか、いきますか、ぶち込みますか、うん、何がいいですか、はい、推しギアシリーズいきます。ギアの話からします、うん、僕からでいいですか。実は忘れまして最近寒いじゃないですか。手袋と RL のメリノウール、あれすごいあったかくていいなと思ってたんですけど、ちょっと忘れちゃったんで、結構言う人多いですよね、はい、あれめちゃくちゃあったかいんですよ。へ、今履いてる移動にも使えるオンの靴が全然見えてないですねこちらがこれは移動にももう移動にも使えるし、おしゃ、まあ、おしゃれだし、待ち履きもできる、できます、うん、ランニングシューズ、うんうん、移動おしゃれな方がいいですもんね、走れたら。で荷物減るし、そういう点ではこの靴はすごいいいなと思います。最近増えましたもんね。あ、増えましたね。オン履いている芸能人、ランナーじゃない人、うん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 、あったか手袋とメリノウール、ここに横に出しますね、この辺に、ね、お願いしますあの時計が出るやつですよね。あ、そう、そう、あ、ちょうど時計が見れるんで、ここら辺までカバーできるから。ランナーあるあるですよね、うん、ここが寒い、分かる分かる、時計と手袋と相性あります、ね、うん、それを解決してくれる、はい、RL のメリノウールグローブ、はい、3つ持ってますね。いやでも、そうなんですよ、はい、でもほんまそういう推しグッズはおかわりするんですよ、うん、おかわりして初めて推しグッズと言えますから、変わっちゃうじゃないですか商品が、うんうんうん、だからあるうちに買っとかないって思いますよね、はい、私じゃあそういう意味だったらシューズ、私すごいベタなんですけど、あのリピートしてるっていうのがこれ、アシックスのハイパースピード、ハイパースピード、はい、これが大好きで、3足目、おー、私5足、本当にすごい3絶対負けてないだろう、すごい威張って3だから6足かもしれない。カーボン入ってないですか、うん、全然です、そんななんか普通の、ね、本当に何でもない、何でもないって言うと怒られますよね。いやまあ何でもない、何でもないですからね、何もないです、普段のジョギング、うんと、なんならもうちょっと長いジョグとかももう行っちゃいます、これで、はい、厚底だと地面遠い感じするのが、これなんかすごい地面がなんか近くて、すごい走ってる感がすごい、それが好きで、リピートしてます、うん、コスパいいやつですよね。そうです、そうです、そうです、タイミングが合うと、本当なんか7000円とか、8000円ぐらいで買える。でもね、結構最近人気なんですよ、学生とかが履いてるのかな、確かに本当だね、ちょっと長い2と
3とかでね、紐が違うんですよ、なんか長さが。足りないまあまあまあ、足りないですね。ハイパースピード3の新色が出て、今予約取ってます。タクプロが言ってた、我々が最初の時期にほら、はい、ターサーの、あーターサーの現代版っていう。確かに確かに。あ、薄い、めちゃくちゃ薄いですか。柔らかさとか反発とか、なんかそういうのあまり感じない。何の靴を履いた後に履くかにもよるんですけど、最近よくあるちょっと厚めの靴を履いてる人がこれを履いたら多分薄く感じるだろうなっていう。めちゃくちゃ薄いかって言われたらそんな薄くはない。デサントの原点よりはちょっとあるんですね。最近シューズの値段が上がってるんで、下走り込む人とかはやっぱりそういう靴をずっと買い続けるわけにはお財布事情もあると思うので、そういう方にはおすすめの、はい、ザ・ベーシックランニングシューズみたいな、僕もアシックス持ってきたんで。おアシックス履いてる人すごい多いよね、うん、他のメーカーのシューズの値段が上がっている中、アシックスは割と結構いい値段で、それみんな履いてるよね。それマジックスピードの新色、かわいい。これ3、はい、2足目です。それジョグシューズなんですか。いや、ジョグってそのいろいろあるじゃないですか、うん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 、イージージョグなんか、はいはいはい、まあ、ロングとか、まあ、たくさんとパーソナルの時はもう大抵 これ履いてますね。35キロ、そうです、うんうんうん、一人で走る時のイージージョグはあのノバブラスト履いたりとか してますね。万能ですよね。万能です。なんかスピードも出せるしロングも使えるし、すごいいいシューズだなっていうのは。カーボン履いてるし、私レースシューズです。マジックスピード2をこの間合宿の時履いてませんでした。この間もう下ろそうと思って、ね、カーボン履いてるのに1万6000円ってめちゃくちゃ安いんですよね、うんうん、確かにね。シューズの劣化って一番劣化するのってすり減っちゃう後ろが、アッパーのこの部分が破れるってのもあるんですけど、うん、まあ、最近の靴この辺のあの耐久性も出てきたんで、うん、後ろのやっぱ擦り切りが一番の劣化なんですけど、うん、このアシックスのグリップってすごい強いんですよ。だから結構長持ちするんですよね。でカーボン入ってるんで、うん、かなりコスパいいです。ちょっと着たくなってきた。これカーボンです。なんかカーボンです。2から3の進化が結構すごくて、3になって本当めちゃくちゃ良くなりました。自分も結構これはおすすめ。軽さもいいですよね。そうですね。なんか持ってる感じが軽そうに見えるもん、うん、すごく、うん、もう靴下の色がもろにここ出るみたいな。あ、ここの素材はアシックスの中でも上位モデルのシューズとも同じ。へえ、すごくいいですこれは、うん、よくなんかシューズの履き分けみたいなのしてる方、こだわってる方いると思うんですけど、うん、それはそういうのが好きな人とかそういうこだわりを持ってる人はやるべきですけど、自分的にはもうこれ一足あったら何でもできるって思ってます、うん、ジョギングも気持ちよくテンポでジョギングできるし、レースでも対応できるぐらい SM もいいんで、自分もおすすめ。この前の合宿2日間これもうこれでした、うん、確かに、はい、しかも結構率高かったですね。結構みんな履いてましたよね。練習なんで、うん、まあ、やっぱレイパーとか履く必要もないじゃないですか、うん、何でもこなしてくれるからさ、なんかサブ3ラインまでだったら、うん、本当レースシューズで全然いいと思う、うんうん、そうで普段も履いたら結果的にやっぱり6足買うことになるんですよ。わかります。これそうですね、本当に値段から考えたら、うん、もう考えられないぐらい素晴らしい。またなんか最近アシックスのカラーバリエーションがちょっとおしゃれじゃないですか。そうですね。なんか昔だとこの色とこの色はないよって私でも思った。それめちゃくちゃターサージャパンの白と青みたいな感じ。なんかもうこの色みたいなのが、このピンクいいよねとか。2まではちょっと硬かったんで、3の方がちょっと柔らかさあって、うん、へえ。いいですね。買いに行こう。皆さんそれぞれの推しグッズがあって、タクプロのも言った方ですか。言ってもらいましょう。持ってきてあるんですか。持ってきてないですか。持ってきてないです。小窓でしょ。小窓で出せばいいでしょ。まあ、タクプロといえばルコックじゃないですか。ずっとルコック着てるんで、真冬の練習って走行距離落ちる人結構いたりすると思うんですよ。なんでか寒いから、うんうん、でルコックのエアサモーションっていう軽くてあったかくて動きやすい、あれは何ていうの、裏地なんですかね、うん、そのウェアがめちゃくちゃおすすめです。わかる気がする。ちなみにエアサモーションのウェア上下セット6着持ってますから6セット、やばい。ってことは
12個持ってた、マラソン大会とか行くじゃないですか、うんうんうん、で行き帰りの移動もそのエアサモーションの上下で全然寒くないんで全然行けます。上だけ着て下をタイツとかでウォーミングアップができるし、本当寒い時は上下着て走るんですけど、気温10度以下、気温7、8度の中エアサモーション上下着て走るともう汗びっちょりかくぐらい、それぐらいあったかいです、だけど着込んで重たくなる感じは全くないんで、なのでおすすめ、本当おすすめです。エアサモーションが練習に来る時に上着てて、でもう暑くなったらすぐ脱いでみたいな感じで、本当真冬でもなんか分厚いアウターいらないぐらい。私も持ってるじゃん一着、はいはい、でこの間すごいなって思ったのが、その上に今日着てるルコックのコートを着てたんですよ。レディースフードなんですけど、この首元で首にマフラーみたいな、すっごいあったかいなと思って、何色貼ったのかなっていうぐらいあったかかったんですよ。なんか自分の中のこの体温とかで作った暖かい空気をウェアの中に閉じ込めるみたいな機能なんですよね。外行くとあったかい空気がここら辺にまとわりついてる感じしますよね。値段もそんな高くないですよ、これも語り出すし、いろいろ出てきちゃうんで、これぐらいもうそろそろ来るんでね。そうですね、来ました、来ましたね、待ってました。うなぎのいい香りがもうね、やばい。これ運んでくる時のこの、うん、香りと一緒に来るのがね。そう、うな重から行きますか、一緒に。じゃーん、おーおーおー、すごいいっぱいの贅沢です。本当に嬉しい。タレ見るとやっぱタレいいっすね。タレ見るとタレいいなって。そうだね、そうだね、うんうんうん、これなんか美味しそうな感じですね。あ、そうですね、なんかちょっと京都の一景堂っていう、もう国産の山椒です。美味しそう。山椒好きなんですよね。じゃあ私は白焼き、白焼き、ひつまぶし、ひつまぶしでございます。はい、行きます。おー、じゃあ、おお、焼き目が綺麗、すごいパンパンですね、もう綺麗に綺麗整列しております。日体大のあれぐらい綺麗に整列しております。角度がちゃんと揃ってますからね。ひつまぶしなので薬味とかも、あ、そうですね、ありまして、白焼きひつまぶしなんで塩が、本当だ、塩ついてる。塩です、食べたくなりましたよね。食べたくなりました、うん、なりました、なりました。キモ水、あ、キモ水、あ、本当ですね。あ、いきます。あ、オフホワイト、あ、イクさんの方にオフは行ってないみたいですね。一個大丈夫です、大丈夫です。じゃあ開ける前から、うん、もう出てます、出ちゃってますけどね。バレちゃってますけどね、大丈夫ですか、これ。行きましょう、せーの。ちょっとひっついちゃってるんで。おお、収まらない。いや、美味しそう。揃いましたよ、揃いました、揃いましたね、揃いました、揃いました。一応なんかこの引きで見てほしいですね、この豪華な感じ。外しました、はい、靴置いてあるけど、はい、旅館に来て宴会するぞみたいな、うん、新春の特番みたいな、ね、お通しで美味しいですよね、これ、はい。マラソン大会前日にこれやったらもう頑張らないわけにはいかなくなりますね、これ。なんか途中で絶対苦しいとこ来るじゃないですか、はあ、俺昨日もうなぎ食ってた絶対思う、そうそうそう、本当に思う。なんかそれをこうやって先にこうやって入れとくのいいですね、うん、頑張らなきゃって、うんうん、なんか前日の食事本当大事ですよね、うんうん、前日の食事でこういうものをバーンといただいて、なんかよくご飯食べてるときに明日頑張ろうみたいな、ボソッと出ないですか、うんうんうん、それが出る感じ。食べましょう、はい、やった、はい、やった、乾杯じゃないですか、はい、乾杯、頑張りましょう、頑張りましょう。どういう、どういう、じゃあマラソンをね、あ、マラソンをね、頑張りましょう、マラソンを頑張りましょう。うまい、私は瓶ビールにしました。このね、召喚がすごい好きなんですよ。いや、なんかちっちゃい感じが、ちっちゃい、さんがビンビールって言って、はい、いや、ビンビールだなって思いました。ね、はい、なんでしょうね、ビンビール感。自分レース前日でも全然飲むんですけど、このビンビールちっちゃいグラス一杯ぐらい飲んで、なんか美味しくご飯食べて、うんうんうん、スコーンと出たらいい記録出そうですね。いただきます。いや、そう。いただきます。待ってました。いただきます。何からいきますか。うなぎも
部位がある知ってますか？知らない。尻尾ってこうよく使うじゃないですか。はい、筋肉質で脂が乗ってるんですよ。だ尻尾が一番美味しいっていう人もいるし、こうお腹のこの横の脂がいいっていう人もいます。通な人は尻尾がうまいっていう人多いです。これですね、これが尻尾で、でこの手前のやつちょうどお腹です。上に乗ってるのもお腹ですね。で一番左奥が頭の部分です。あこっち、これ、はい、これが頭、そうです、それ頭です。あこれが頭。さっぱりしてるのはどっちですか？頭ですね。頭、はい、いややっぱり贅沢ですよね。いただきます。うん、美味しい。やっぱりいや、うなぎほど、ね、贅沢な食べ物ないなと思うんですよ、うん、僕。いやそれ何でかって言ったら1個の商品で普通に4000円とか5000円するからさ、お寿司屋さんだったら何十貫とか出てくるけど、1個のものでこの金額ってうなぎしかないかなと思って。だからもうほんと特別感、レース前に食べたら本当に、あ、諦めないようにしようって確かに、ね、思える。うんうんうん、うん、美味しいですよね。ふわふわ。特に何日か前からずっとこの撮影楽しみにしてましたので、うなぎだね。まあ私も思ってましたよ。そうですね、はい。昨日のインスタにも書きましたよ。明日うなぎだ。連絡をいただいた時の、うなぎーって、だってマラソン酒場最初の時も、私うなぎの時がいいって言いましたから最初にね。合宿の打ち上げでみんなで食べたんですけど、うん、もうみんな大好評でしたもんね。飲めますもんね、あれ。飲める、本当に飲める、うん、ジュワーって、うまみがジュワーってくるからゴクって飲むみたいな。食べていいですか？まずつまぶしはそれも部位ごとに分かれてるんですよ、だ手前の左側から、はい、頭奥の右が、そう、それが尻尾になります。はい、まずこれだけ言っていいですか？これを何もつけずに、こうなんか白焼きだとなんかちょっとふわふわ感があっていいですよね。ふわふわ最高だなと思って。ふわふわって、外はカリッと、中はふわっと、っていうのがうちが目指してる。この絵が撮りたかったんですよ。いただきます。うん、最高ですね。これはお米も美味しいんですよ。岐阜のニコマルっていうのを使ってて、粒がすごい大きいんですけど、本当うなぎに合うお米なんで、自宅に個人買いで取ってます。粒があ、すごいいいですよね、食感も。すいません、はい、ひつまぶしも、あ、ひつまぶしも食べましょうか。はあ、じゃあカメラは、定点にして、はい、すごいひつまぶし、すっごい久しぶり食べる。蓋の意味があるのかないか、ねえねえ、わからない、見えちゃってるからね。いい匂いする、いい匂いするなと思って、ね、散々散々嗅いでたのに。自己ベスト達成したら呼んでもらえるんだなって。イケポン毎回毎回この酒場で名前出しちゃってますけど、はい、いないのにいないのに、なるべさんの次に出る名前、そうですね、ケポンも出たいって言ってたので、名古屋に出てほしい、た時にはうなぎの会じゃないかもしれないけど、みんなで言わなきゃいけない、そしたらオープニングちょっと声を枯らせながら、何の真似、どういうつもりなんだろうね。あ、でも僕にこの間、イケポンに、生イケポンに名前で、伸びてる飲みましたよ。自分よりも先に本物飲みましたよ。喋ったんですか？あ、一緒に写真撮ってましたよ。なんか、終わって私一人で自撮りでこうやってやってたら、美味しすぎる、見つけたって言ってくれて、もう下に乗ってそうなんだな。本当？若いよね、イケポン。若いんじゃない？割合より若いと思いますよ。30代じゃないですか？40代じゃないと思う。大きいうなぎを使って、うちは大きいうなぎ使ってますね。あの、さばく前のうなぎ見ても、お前結構太ってんな。お前どこにいたんだ。何食べてきたんだっていうぐらい立派な体でして。名城公園の野良猫ぐらいでした。いっぱい餌もらってますからね、名城公園の猫さんたちは。
青手うなぎとかこう選んでもらって、うちに入れてもらってるんですよ。あ、僕がですか？焼いてる時もあるし、焼いてない時、僕、何でも屋さんなんでお寿司握る時もあるから、うなぎ焼いてる時もあるし、なんか島さんが、お値段に全然合ってないとかすごいこの間言ってたね。島さんは、一緒のところしか行かないからだから、まあまあ合う率低い。おじさん、全然お値段がないね。あ、ワイン島さん、多分一番合うのは、レースで合うこと。この間もね、いらっしゃって、この後は予約してもらった。もう1時間か2時間早く開けてくれたら、みんな置いてほしい。島さん、早いもんな。酔っ払い方もめちゃくちゃ豪快ですもんね。まあでも、たくさん、あの、お金使ってくれる。そうですね。あれあるんですか、あの、合言葉。じゃあ、今回は何かいただけますか。何かいただけるのあるんですか。ソフトドリンクサービス。おお、しかも、その場で。おお、嬉しい。合言葉は何にしますか。合言葉は何にしようかな。あ、さっきのがいいんじゃないですか。走った後のラーメンは。でも何も関係ないから、うなぎじゃないもんね。YouTube 見ました。走った後のラーメンは。はい、これです。いいの？はい、ちょっとだいぶスタッフに伝えます。で、この YouTube が公開した時から3月までで、はい、まあこれは何回来ていただいてもいいですか。あ、全然何回でも来てください。ご予約はお早めに。大きいですね。え、こんな大きいの。はい、そうです。へー、うわー、記念にハグしてもらっていいですかって言ってみやすい。いや、絶対いいじゃないですか。いいと思う。